ともない？なんかね、マイクラみたいなゲームらしいんだけど。Enter name for your game。 あ、これ名前ないとダメなんだ。ミザ。クリエイト。なんかマイクラみたいなゲームなんだけど、こんな感じ、こんな感じ、そう。こんな感じで、なんかね、海の上でしか、プレイセレクトゲーム。なんか海の上でしかね、海の上に何もないんだよ、この。何もないから、なんかね、ちょっと見た感じだけど、なんかね、こうやって、材料が取れないから、こうやってなんかフック投げて、なんか出てきたアイテムを取って、この家を広げていくみたいなゲームだったよな。あ、いた、なんかいた。これだ！あ、全然距離だよね。なんかサメが襲いかかってくるらしいんだよね。おら！全然取れねえ。あ、いた、いるいるいる、すごいすごい。すごいすごい、なんかいっぱいある。いっぱいあるじゃん。おい、行くな。置いてかないで。おー、来た来た来た。なんか取った。何これ。スクラップ&葉っぱ。あ、すごいのある。すごいのある、すごいのある。すごいのある、すごいのある、すごいのある。おーし、来た来た来た。これ設置できないのかな。え、これどうやってやるの。よいしょ。こうやって材料拾って、よいしょ、来な。そうそう、こうやってなんか材料拾うってのは知ってんだけど。お、すごい、木材フィーバーじゃん。よいしょ、来た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 
すごい、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 すごい。木材フィーバー来た。よいしょ。あ、すごい、なんか俺手慣れてきたな。あ、こっからどうすんのかが何もわかんないんだよね、俺。これどうやるんだろう、こっから。そう。こっから何をするんだろうね。どうやってメニュー開くんだ。ユーズ1から8、セレクトホットバー。スクロールホイール、サイクルホットバー。なるほどね。スペースジャンプ。で、エスケープ。あ、これエスケープ使わない。おお、ディスプレイ FPS カウンター。これは使わないね。クッキングスタンズ。クッキングスタンズを E で出すんでしょ？俺 E 押してたんだけど、何も出てこないんだけど。あー、死ね、こら！あれ？あー、フックじゃなかった。ダメでした。何も出てこないんだけど。B タブ、オープン、クローズバック。あ、オープン、あ、これだ、これ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 だろう。アックス。あ、クラフトできるんだ、こうやって。フィッシングロッド。こういう風になんかアイテムをいっぱい取ったらクラフトできる。ビルディングハンマー。Used to expand the raft。これ作れってこと？とりあえず。わかんないけど。これで材料があれば拡張できる。このハンマーがあれば。あ、なるほど。だからとりあえず材料集めろってことか。で、材料いっぱい集めてからだな、これは。何かを始めるにしろ、材料を集めてから。ちょっと何もないんだけど。あ、草フィーバーだ。草フィーバー、草フィーバー。よいしょ。草フィーバー来たな。よいしょ。あれ？今の取れない？あ、やばい。あ、これなんかサメに襲われて死ぬらしいんだよね。あ、でもこれ海に泳いでいったらさ、アイテム取れるんじゃないの？体力、でも体力ゲージあるからな。これ飲み水とかどうやって確保するんだろう。全然取れねえわ。ちょっと海潜ってみていい？試しに。ほい。おら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 お
なんだ？なんかサメが怖、なんかすごい寄ってきてる。おら死ねこら！ああ！ダメだ。あ、こうやって、え、なんかすごいの来てない？すげえの落ちてきてない？これ欲張ってんのかな？なんか樽が落ちてきてる。何これ？めっちゃアイテム入ってんじゃん、絶対。樽が。来たー。え、あ、めっちゃ入ってた、ほんとに。これラッキーアイテム。そうだね、潜った方が早いけど、でもなんかあのサメが絶対俺のこと狙ってんだよね。このさ、なんかロープがないとダメって言うんだけど、ロープってどうやってたんだろう。ファック。くそ、ちょっと行かなきゃ。俺には、あ、これ無理だわ。お、すっげえ、俺プロ来た俺。これセーブアオートかな。うん、セーブアオート。ええ、なんか板が壊れてんだけど。俺の足場消えた。俺の足場が消えたんだけど、気づいたらクラフトできねえぞ。え、なんかすごいサメ来てる。これ、積んだな。多分なんかロープクラフトできるんちゃうかな。ちょ、これ、これだけは取りたい。おーし、来た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 。あ、すごい。すごい。木を2つ、葉っぱを2つ取った。これ熱いね。よし。で、ここでなんかロープをクラフトするんじゃない？あれ？違うか、違う。あ、ここでいっぱいクラフトするんだ。このなんかロープが欲しいんだけど。あ、水がないって言われた。スピア。ハンマーしかくれ。え？ロープが落ちてこないんだけど。どうやってクラフトするの？ロープを。めっちゃ水の情けにしてる。あ、こっちだ。これ、あれか。なるほど。クラフト系じゃなくて、こっち側のやつになんかロープがあるのか。あった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 。これ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 。え、なんかいっぱい作っちゃった。エンプティーティンカン。鉄の缶か。あ、ウォーターパーフィアー。これ欲しいじゃん。これあれば。ウォーターパーフィアーで作れ、クリアしましょう。で、火を起こさなきゃダメだな、これ。これ火を起こさなきゃダメだ。火どうやって起こすんだ？火の起こし方。クッキングステーション。これか？でも鉄がない。チェストはいらない。クロップロット。A place to plant your seeds。 あ、木を育てるやつか。ツリーグロップ。あ、これあれね、木ね。アイテムネット。いや、とりあえずこのクッキングステーションを取らなきゃダメだな。届け、この思い。バシュー。ゲットした。さすが俺。せいの渇望が。これどうやってつけるの？あ、これあれか。もしかしてここになんか火付けマシーンみたいなの？あ、これだ！あ、これ槍だわ。フック作れるんだ。スピア。useful to。 え、これどうやって使うの？あ、ゲームオーバー。デッドミザ。ちょ、もう一回、もう一回。あ、でもなんとなくちょっと分かったね。ここで、いや、水切れでしょ。水が切れたから、だから蒸留器みたいのをいち早く取らなきゃいけなかったんだ。このウォーター、これがさ、水を蒸留するマシーンなんだよ、多分。水を蒸留するマシーンだから、水をね、集められる機械を作らないと、俺の生活は始まらないみたいな。なんか、知らなかったのか？水がなければ人は死ぬ。あ、めっちゃアイテム落ちてきてない？来てるね。はい、届きます。いきますよ。はい。あ、すごい届いてる。あ、流れ来てる。あ、しかも樽も来てる。これ熱くない？
ピュリファイっていうの？俺わかんない、英検5級だから。ちょ全然届かない。これ火を起こすのってどうやるのかわかんないんだよね。どうやって火を起こすの？タルゲッツ、あ、すごい、めっちゃ当たりだ。ファティーグ、あ、過労するんだ。なるほど、ファティーグゲージがたまるんだ。なるほどね、チャックマンがないとね。漂流する前にちょっとチャックマン持ってきてから漂流してくれないと困るっていうか。これでゲット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 、オッケーオッケー。うわっ、うわっ、体力削ると怖っ怖っ怖っ、闇の闇の闇のゲーム。ここでだエンプティーティンカンとロープを複数作っとこう。こうやってで、とりあえずこれを作って、届け、あ、全然届かねえ。あ、こうやってとりあえず、あ、 R2 ローテート回すことができるんだ。オッケーオッケー。ここからどうやって火つけるんだろうな。お、あ、フィルウィズウォータークック。あ、火起きた。あ、欲しかったのは火じゃなくて水だったんだ。なるほど、あ、こうやって水を注、あ、これで蒸留始まるわ。時代来た。時代来たね。あ、これで水を、水を沸かして、この水の湿気満載の水のところでな、よくやるよな。よしよしよし、これでピックアップドランクブルーウォーター、これで次の水をやって、サメずっとうろうろしてる。だ、こうすれば、あの、手に入ってるよ、水が。ほら、ドランカブルウォーター。これを、飲めばいいんでしょ。あ、飲んだ飲んだ飲んだ。すごいすごいすごい。あー、水ゲットした。これでもう生きていけるわ、しばらく。じゃ、これ2個と作ろう。これで、設置して、こうやって。こうやって。なんだ？あ、だからか、お前、お前、こら、おら、あー、食われてる。どうしてサメが木を食うんだよ、バカが、マジで。おい。あ、なるほどね。武器が欲しいな、これ。武器を求めるべきだ、俺は。槍が欲しい。ロープが2個足りないって。ロープ2個作って。ロープ作って。あ、でも、斧でもいいんじゃない？あ、でも、おし、来た。何が来た？あ、でも、魚取ったんじゃない？今。なんか量が少ないな、これ。あ、こうやって、こうやって、そう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 。あ、これでこうやってさ、ハンマー作って、こうやってね、こうやってブロックすりゃいいんだ。これでいいじゃん。ブロックしようぜ、どんどん。
サメに食われちゃうってのもあれだよな、斬新だよな。スピア欲しいけど、材料がちょっと足りなかったよね。よし、来た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 。こうやって、こうやって、こうするわけよ。いや、暑いね。なんかもう、やり投げもできる？マジで言ってる、それ。魚食べたいね。ちょっと待って。この材料は熱い。おい、こら。よし、来た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 。ポテトゲットしてる。で、ここで、槍か。槍？樽多いね、今回は。大当たりの層なんだね。あ、槍ゲットした。これ熱くない？あ、これもしかして、ここら辺に入れたらさ、なんかなんとかなんじゃないの？わかんないけど。あ、なるほど、こうやって。オッケーオッケー。いや、かなりいい感じになってきたね。あ、タルだ、タルタルタル。スクラップめっちゃ落ちてるじゃん。タルだけ欲しいね。タル以外いらないかな。ここで槍も取ったし、斧が欲しいか。ロープ。ロープいっぱい欲しいな。毎回足りないね、ロープ。で、アックスゲットして、魚を焼くためのクッキング系が欲しいよね。クッキングステーション。あ、これだ。作ろう。樽の中身多分ランダム。お肉がそろそろきつくなってきてるね。クック。あ、すっげえ、火だけはすぐ起こすな、こいつ。火起こしだけプロだな。まあ、火起こしのプロ。ポテトも出てるしね。ポテトってもしかして栽培できるんちゃう？あ、やばい。どんどん広がってるのでは？輪がどんどん広がってる可能性あるな、これ。こうやって、少し生活居住権を広げちゃったよ。おい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 。居住権広げちゃった。結構葉っぱが重要だな、このゲーム。おい、てめえ。おら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 ！待ってたぜ、この時を！あれ？取れないの？じゃあ釣りするか。釣りしよう。あ、焦げてる。いや、焦げてはいないね。おーし、魚食うぞ。え、なんかすごい。おいしそう。あ、すっごい。体力も回復するわ、これ。体力も回復する。パンだね、これ。もうこれ余裕じゃん。余裕じゃん。こんなスクラップ、こんな漂着物流れてきたら、お前もう生きるの。あ、資源をせき、あ、やっぱ欲しかったんだよね。なんか資源をせき止めできるタイプのなんかやつが。あ、これだ。アイテムネット。あ、ロープ。なるほどね。ロープがいっぱい欲しいんだ。あ、だからロープさらに欲しいわけね。そういうことか。津波来ないの？そしたらもう終わりだろ、一巻の。ゲーム的に。どこにしようかな。あ、これで、こうすればいいんだ。そしたらこれ引っかかるじゃん。エンプティーネット。あ、
なるほど、ちょっとこれ試してみようぜ。あー、止まってる。止まってる、すごい。いらないところはね、埋めて。餌がやべ、飯がないわ、マジで。そんなことより。極めちゃったな。これさ、超巨大魚とか取れたりすんのかな？ハイパワーで投げたらさ。ローマッカール。なんか別の魚だよね。あ、全然、あれじゃなかった。おお、これはいいね。このネットいいね。これでさらにネット作れるじゃん。あ、全然葉っぱねえわ。葉っぱ、葉っぱ。葉っぱ一枚あればいい。よいしょ。乗ってるな。あ、すごい。すごい葉っぱゲットしちゃった。こうやって、まとめて取るんだ。そしたらいけてるね、俺。これ何個必要？ 3 個。もう1個足りないのか。葉っぱだ。葉っぱ、葉っぱ、葉っぱ。これもう一生生きていけるね。こいつ殺せねえのかな？わざわざここで危険を冒してさ、取りに行く理由もなくなってんのかな？寝るのは欲しいかもね、確かに。こうやって、蒸留水を、もうここで一生生きていけるじゃん。でもね、ちょっとこれね、めんどくさいね。このアイテム数が少なすぎるね。おお！オラ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 。アックスだったら殺せんじゃないの？あ、肉も多い。全部食っちゃった。結構忙しいね、このゲーム。そして葉っぱがいっぱいあるから、葉っぱが欲しいんだな、このゲームはな。このアックスって何に使うんだろうね。よし、これで。オッケーオッケーオッケー。最高か、これ。わざわざこうやってアイテム取りに行かなくてもいいのかもしれないね。あ、すごい、なんか4個でゲットした。樽だけだな、こういう風にやっても。だから、こっから何をするかだよね。こっから、そろそろ種をね、じゃがいも栽培する。じゃがいも栽培。じゃがいも栽培できたら、お前もう時代だろ、完全に俺の。あ、ちょっと全然届かない。あ、もう！おーし。多分できるんじゃないかな。なんか、そんなこと書いてない。俺、英語ヌーブだけど。クロップロット。これ使ってみようか。
きます。クロップロット、これ土だよね。多分じゃがいも埋めれるんじゃないかな。ほらあすごいすごいすごい樽を感じる。あよし、いっぱいゲットした。あ、またポテト出てきた。さらに埋めれるのかな。あーさらに埋めれる。あすごい生えてきてる。もう早い早い早い。あしかも漂着物めっちゃ引っかかるようになった。